テレワークはめてガイドをご覧いただきありがとうございますこの動画ではテレワークの導入を検討している方やテレワークの基礎知識を得たいという方向けにテレワーク導入の必要性やメリットテレワークの種類導入のプロセスなどをご紹介しますはじめに昨今の社会の変化について簡単に見ていきますワークライフバランスの推進働き方改革関連法の趣向と人々の働くことに対する価値観が変わりつつあります しかも新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに生活様式の変化新しい働き方へのシフトチェンジが起こっていますこれらの変化によりこれまで特別な働き方であったテレワークが日常的な働き方になりつつありますさて三重県内企業の99%以上が中小企業であり製造業卸売小売業で働く人の割合が多くなっています また短時間勤務やフレックスタイム、テレワークなどさまざまな就労形態が導入されています。特に新型コロナウイルス感染症の流行によりクローズアップされた働き方の一つであるテレワークの実施率を見ると、令和元年度では5.3%だったのが、令和2年度には18.0%へと、3倍以上に実施率が増加しています。しかし、せっかく実施し始めたテレワークも新型コロナウイルス感染症の流行が落ち着いてきたときに、 通常の出勤に逆戻りしてしまっては元も子もありません。テレワークはコロナ禍だけの働き方ではないのです。それぞれのライフスタイル、ワークスタイルに合わせた働き方を叶えることのできる働き方の一つとしてとても有効です。また、働き方の選択肢が多い企業は選ばれる企業となり、良い人材が集まります。今始めないとせっかくの優秀な人材が離れていってしまうかもしれません。コロナのピンチをチャンスと捉え、 テレワークを始めてみませんかこのテレワーク始めてガイドではテレワークのメリットや可能性をご紹介します業種や地域に関わらずどんな業種でも三重県の企業でも導入することは可能でそれによるメリットは必ずありますあなたの会社にもテレワークを取り入れてより魅力的な企業を目指しませんかそれではこのテレワーク始めてガイドで得られることをご紹介します まず今、実際テレワークの導入を検討している経営者、事業責任者、現場管理職、推進担当者の方、もちろん、今、まだ導入までは考えていないが、少しテレワークについて学んでおこうとか、すでに導入しているが、今のやり方以外のもっと効率的な方法を知りたいという方も大関係です。そういった方々については、テレワークの基礎的な知識が学べ、導入までの具体的なプロセスが分かります。 また別動画のテレワーク導入企業インタビューの事例を見ていただくことによってテレワークの実施イメージを持つことができることさらにそれぞれの企業業種に合わせた様々なテレワークのパターンがあることを実感いただけますまたこれからテレワークを実施される従業員の方ならテレワークを実施することによって自分自身にどのようなメリットがあるのかがわかります別動画の企業インタビュー編ではテレワークによって 自身のワークライフバランスが向上している方の実体験や感想を聞くことができますぜひ合わせてテレワーク企業インタビュー編動画もご覧ください本動画第一部テレワークの基礎知識では 1. なぜテレワークを行うのか 2. テレワークの種類はどんなものがあるのか 3. テレワークを導入する際の心構えは 4. テレワークを導入するために必要な設備は、5. テレワークを導入するために必要なプロセスは、6、まとめの順番にお伝えします。本動画でお伝えする第1部テレワークの基礎知識と、テレワーク実施企業へのインタビューを収録した第2部導入事例紹介の日本構成となっております。それでは早速、1、なぜテレワークを行うのかについて見ていきましょう。このデータは、 三重県が実施した三重県内事業所労働条件等実態調査でテレワークを導入して良かったことについてお聞きした結果です。はじめに少し想像してみていただけますか。もし従業員のワークライフバランスが向上したら、人材の離職率が下がり定着率が上がったら、もし非常時の事業継続性を確保・強化できたら、 もし事業プロセスの革新やそれを通して生産性が向上したら三重県内の事業所が実際に感じているこの3つのメリットが得られたらどれだけの価値があるでしょうかテレワークを実施するメリットは従業員にとって働きやすい職場環境が実現するいざという時のリスク回避ができる 企業の営業・販売力が向上するの3つにまとめられます。従業員にとって働きやすい職場環境が実現するメリットについて詳しく見ていくと、丸1、テレワークを実施することで従業員のワークライフバランスが向上し、離職率が低下します。丸2、人材定着により事業継続性が向上します。丸3、若手人材からの評価が高くなります。 以上により、従業員が生き生きと働き、人材の育成もスムーズにできるようになります。いざという時のリスク回避ができるメリットについて詳しく見ていくと、丸1、新型コロナウイルス感染症予防や緊急時に出社制限が課せられた際の対策になります。丸2、普段からテレワークを実施することで災害時でも業務を継続させるためのノウハウを蓄積できます。 以上により、いざという時のための備えという観点で中長期的な対策にもなります。今からテレワークを始めておけば、働きやすさが向上するだけでなく、今後の不足の事態の備えにもなりますので、前向きにテレワーク実施を検討してみてください。企業の営業・販売力が向上するメリットについて詳しく見ていくと、1、IT ツールの導入により、データ管理・共有がスムーズに行えるようになります。 る二、商談のオンライン化等により移動時間が削減でき、浮いた時間をサービス改善や制約率向上に活用できます。る三、非効率な業務プロセスや無駄な業務を見直す機会になります。以上により、業務プロセスの革新により生産性の向上につながります。改めてテレワークを実施するメリットは、 従業員にとって働きやすい職場環境が実現する。いざという時のリスク回避ができる。企業の営業・販売力が向上する。の3つにまとめられます。ここまではテレワークのメリットについて見てきました。反対にテレワークのデメリットとしてはどのようなものがあるか見ていきましょう。一、コミュニケーションが取りづらい。二、労務管理がしづらい。 丸3、機器やネットワーク環境の導入コストがかかる。丸4、セキュリティ対策が必要。などが挙げられます。確かに、このような課題もありますが、テレワークを実施して得られるメリットの恩恵は大きいです。働きやすい職場環境づくりの一環として実施することで、より魅力的な企業になれるチャンスです。以上のデメリットも認識いただきつつ、より大きなメリットを享受するために、 まずは小規模でのテレワーク導入を検討してみてはいかがでしょうか次に2テレワークにはどんな種類があるのかについて見ていきましょうテレワークには自宅での勤務のみを対象とする在宅勤務自宅に限らずオフィス外での業務実施を可能とするモバイルワークサタライトオフィスやコワーキングスペースなどで就業する サテライトオフィス勤務という3種類があります。在宅勤務の主なメリットとして、通勤の必要がない、育児や介護と仕事の両立がしやすいというものが挙げられます。主なデメリットとして、自宅で仕事に集中できる環境づくりが必要になる場合があります。作業に適した机や椅子、インターネット回線などが必要です。また、会社との連絡ツール、 電話やメール、チャットなども必要です。正確な労働時間を把握することが難しく、勤怠管理がしづらくなるというものが挙げられますモバイルワークの主なメリットとして働く場所を自由に選べる移動の多い職種では時間の有効活用ができ生産性の向上にもつながります環境の変化が少ない在宅勤務に比べてマンネリ化を防ぎやすいというものが挙げられます 主なデメリットとして、在宅勤務と同じく移動中にモバイルワークをしたりすると、正確な労働時間を把握することが難しく、勤怠管理がしづらくなります。また、社外で仕事をすることになるため、情報漏洩にも気をつける必要があります。サテライトオフィス勤務の主なメリットとして、既存のスペースを活用するので、従来のオフィスの環境を再現しやすい、ネット環境などが整っている。 というものが挙げられます主なデメリットとしてオフィスの賃料や利用料などのコストがかかる他の人も活用するスペースなので人との接触が発生する場合に感染防止対策が必要というものが挙げられます3つのテレワークの種類から自組織の業務特性などによりマッチしそうなものを検討してみてください次に3テレワークを導入する際の心構えはについて見ていきましょう テレワークを導入する際の心構えは、初めから完璧にやろうと思う必要はありません。できることから一歩ずつ始めましょう。始めると徐々に必要なことが見えてきます。会社全体で一斉に始める必要はありません。例えば、まずは総務だけとか、営業だけとか、できるところから始めましょう。そのために、まずはこの動画で基礎知識を学んでいただき、テレワーク導入の一歩を踏み出していただければ幸いです。 次に4テレワークを導入するために必要な設備はについて見ていきましょう3つのテレワーク実施方法について簡単に比較していきます実施方法を考える前に会社のパソコンを使うのか使わないのかを考える必要があります会社のパソコンを使ってテレワークを行う場合は普段から使い慣れているものを使うのでスムーズにテレワークを導入できるという点はメリットになります ただし、インターネットに接続する際、セキュリティの対策が必要になるので要注意です。では、3つのテレワーク実施方法のコスト、セキュリティ面について比較してみましょう。クラウド型アプリを使ってテレワークを行う場合は、コストが安いので導入ハードルは低いですが、無償版アプリやセキュリティが弱い場合があります。有償版のアプリなどからセキュリティが強いものを比較検討した上で選ぶ必要があります。 特徴として外出先でもインターネット環境があれば最新データを共有しながら作業ができます。会社のパソコンを遠隔操作してテレワークを行う場合は設備への投資が必要なので比較的コストが高くなります。セキュリティは強いので情報漏えいのリスクを減らしたい場合に向いています。特徴として会社のパソコンを遠隔操作するので手元のパソコンにデータが残ることを防げます。 仮想デスクトップとはサーバー上の仮想のパソコンを遠隔操作する方法です。この方法でテレワークを行う場合は会社のパソコンを遠隔操作する方法よりコストは高くなります。会社のパソコンを遠隔操作するよりもセキュリティ面ではより優れています。なぜかというと特徴でも挙げていますが作業内容は会社や個人の物理的なパソコンではなく随時サーバーに保存されるので使用しているパソコンにデータが残ることを防げるからです。 次に、3つのテレワーク実施方法について、コストとセキュリティという2軸のマトリックスに当てはめて比較していきます。クラウド型アプリを使った方法はコストが低い一方、使うアプリによってセキュリティの強さは変わってきます。まずは小規模でテレワークを始めたいという方は、この方法がおすすめです。会社のパソコンを遠隔操作してテレワークを行う場合は、比較的コストが高くなり、セキュリティは強いです。 仮想デスクトップを使ってテレワークを行う場合はコストがさらに高くなる一方セキュリティもさらに強くなりますテレワークを初めて導入する場合まずはクラウド型アプリを使った方法で実施することをお勧めしますその際お金をかけてでもセキュリティが強いクラウド型アプリを選ぶことがポイントです次にテレワークを導入するのに必要な設備について見ていきますまずは基礎的な準備としてパソコンとインターネット環境が必要です 遠隔操作でテレワークを実施する場合遠隔操作のための接続設備として VPN 接続などがあります VPN 接続にもコスト面に優れたものよりセキュリティ面に優れたもの通信速度面に優れたものなど種類によって強みが分かれるので比較検討することをお勧めします遠隔操作の具体例としては普段使っている会社のパソコンを自宅のプライベート用パソコンで遠隔操作するといったイメージです 業務を円滑にするツールとして、次の4種類のソフトウェアを活用すればスムーズです。Web 会議システム、一例として Zoom や Microsoft の Teams などがあります。離れた場所でもお互いの姿を見ながらコミュニケーションができる貴重なツールです。ビジネスチャットツール、一例として ChatWork や Slack などがあります。メールや電話よりも気軽に連絡できるので、テレワーク環境でのコミュニケーションに適しています。 クラウド勤怠システム、一例として家康、キングオフタイム、ゴザルなどがあります。離れた場所で相手の姿が見えない状態で勤務するので、正しい打刻をし、長時間労働を抑制するためのツールとして活用できます。共同編集機能付きクラウド型アプリ、一例として Google Workspace、Microsoft の Teams などがあります。共同編集機能を使うことで、会社のパソコンを遠隔操作したり、仮想デスクトップを導入しなくても、 サーバー上で最新ファイルを共有しながら編集、保存することができます。以上のようなツールが揃っていると、テレワークを円滑に実施することができます。次に5、テレワークを導入するために必要なプロセスはについて見ていきましょう。テレワークを導入する前提として、会社として取り組むという共通認識を持つこと、テレワークの基礎知識を抑える必要があります。 基礎知識についてはこの動画を活用して押さえていただければ幸いです。前提をクリアした上で、1、テレワーク実施の計画を立てる。2、実践してみる。3、結果を分析する。4、自社の環境に合わせて改善する。というサイクルで取り組んでいきます。先ほどのサイクルを詳しく見ていきましょう。1、計画を立てる際のポイントは、 まず、テレワーク導入にあたっての責任者を決めること。次に、5W2H に沿って、いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どうやって、いくらでと具体的に計画を立てること。そして、テレワークで実施可能な業務の洗い出しと分類を意見を出し合って行うことの3つです。次に、まるに実践してみる際のポイントは、最初から完璧を求めないこと。 次につながるための振り返り用のチェックリストを作成することの2つです。チェックリストの例です。ここに記載の項目に限定する必要はありませんが、細かくチェックリストを用意して点検できるようにすると、質の高い振り返りができるようになるのでおすすめです。次に、3、結果を分析する際のポイントは、チェックリストの結果をみんなで意見を出し合ってしっかり分析すること。 テレワークででで実施できそうな業務を再検討すす。ることの2つです最後に、4、自社の環境に合わせて改善する際のポイントは、自社に合ったメソッドを作り上げること、チェック項目を改変することの2つです。1回で完璧なテレワークの環境や制度を作るのではなく、計画、実践、分析、改善のサイクルを回しながら、自社に合った形を作り上げていくことが成功への近道です。 では改めて振り返りですこの1から4のサイクルを繰り返すことで自社により適したテレワークを実施できます半年に1回か1年に1回などご自身の会社に合わせてこのサイクルを回してみてください最後に6まとめです1なぜテレワークを行うのか 1>, 1、従業員にとって働きやすい職場環境が実現するから2、いざという時のリスク回避ができるから3、企業の営業・販売力・生産性が向上するからの3つのメリットがありました 2> 丸二、テレワークの種類はどんなものがあるか一、在宅勤務二、モバイルワーク三、サテライトオフィス勤務の3種類がありました丸三。 テレワークを導入する際の心構えは1、できることから始める2、一部分でも導入できたら大きな一歩3、基礎知識を抑えるの3つがありました4、テレワークを導入するために必要な設備は1、パソコン2、インターネット環境3、遠隔操作でテレワークを行う場合、遠隔操作のための接続設備として VPN 接続などが必要 4連絡のためのツールウェブ会議システムえビジネスチャットツール5クラウド勤怠管理システム6共同編集機能付きクラウド型アプリが円滑にテレワークを実施できる設備でした五、テレワークを導入するために必要なプロセスは前提は会社として取り組むという共通認識とテレワークの基礎知識を抑えるという2つでした前提を抑えた上で 1. 1実施計画を立てる 2. 実践してみる 3. 結果を分析する 4. 自社の環境に合わせて改善するでした第1部は以上ですテレワーク導入を前向きに検討してみましょう三重県のテレワーク実施企業様のインタビューを収録した第2部の動画もぜひ合わせてご覧ください